こんにちは。今回は9月2日に行われた関西サッカーリーグ第12節レジェンド滋賀 FC 対 FC バサラ兵庫の試合ご紹介をいたします。レジェンド滋賀 FC はここまで勝ち点16を稼いで2位です。実はこれクラブの歴史上最高位なんですけども、ただここで勝たないとアルテリーボ和歌山との勝ち点差が、この時点で 5ポイントで、アルテリーボ和歌山の試合が次の日なので、ここでもしレジェンドが負けてしまうとアルテリーボ和歌山の優勝がもうその時点で決まってしまうと。引き分けだと、次に持ち越し、負けるとダメだと、そういうことですね。残り2試合という段階で首の皮1枚つなげるためにはここ絶対勝たなきゃいけないという試合でしたね。そしてこちらが FC バサラ兵庫です。FC イージー02という0と2のところについてはどう読み方を取ればいいのか僕もよく分かってないんですけれども、そのクラブが、岡崎慎司選手、日本代表のね、元日本代表の岡崎慎司選手の、経営する会社とが買収をしてこの名前になって、新たにバサラ兵庫と名前を変えて挑んだというシーズンですけれども、ただここまで勝ち点は12、3勝3分け5敗ということで、なかなか苦戦をしています。試合は森山侍対神田 FC の後14時にキックオフされました。両チームの戦術というか戦い方、こうやって戦いたいなっていうのが対照的だったんですよね。 FC バサラ兵庫はどちらかというと自分たちでボールを動かして再現性ある攻撃、パスをつないで、自分たちで組み立てて攻撃がしたいというようなサッカーでした。特に前線の築山選手と北原選手は間違いなくこの関西サッカーリーグではトップクラスのストライカーですし、それに倉田大輝選手が今回先発出場して、で彼らがポジションを横の3枚だったり、こう逆三角形だったり、そういういろんなポジションの変え方をしながらアクセントをつけていくっていうような、一方レジェンドもそれを十分分かっていて、しっかり守ってカウンターで前の運動量とか推進力とかそういうものを活かして、そしてゴールを取れなくてもセットプレー取って、そしてチャンスを狙っていく、そんな展開でした。そして試合が動いたのは56分でした。レジェンド滋賀 FC の3バックの右を務めている大野真理選手がガンバの U23 でプレーしてたことで有名ですよね。大野真理選手が今まで見たこともないようなパワフルなドリブルで中盤を突破して、そこからのボールを田中選手がシュートを決めました。いや、シュートを決めたんじゃなくて一回弾かれたんですけれども、それを自ら田中選手が拾ってシュートを放って、2発目の正直でゴールを決めました。その後レジェンド滋賀 FC はバサラ兵庫の攻撃を、バサラ兵庫の変化があんまりつかなかったなっていう印象でもあるんですけれども、試合は1対0のままレジェンド滋賀 FC が守りきって勝利を挙げました。これでアルテリーボ和歌山の優勝が日曜日に持ち越しになりましたね。ということで、レジェンド滋賀 FC、ゴール決めました田中選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずはゴールの感想とセルフ解説をお願いできますか。いやあんまり覚えてないんですけど、心理がドリブル運んでくれて、ほんで裏抜けっていう面ではやっぱ得意なところがあるんで、そこでちょっと受けて、もう一個まで点決めれたかなと思うんですけど、諦めずこっちにこぼれてくるかなっていう感覚で行ったらこぼれてきて、それで落ち着いて決めることができました。
大野真理選手のドリブルはすごかったですね。すごかったですね。あんなちょっと見たことがなくて、僕もちょっとサプライズで。しばらくレジェンドは勝ち点が伸ばせずに苦しんでいました。その時期のチームはどうでしたか？いやー、やっぱね、キャプテンの菅原くんが引っ張って、まあチーム全体としてはやっぱ雰囲気はあまり良くなかったですけど、こう一人一人はやっぱベクトルはしっかり上の方には向いてたので、そこはやっぱ誰がというよりかはみんなが一人一人がやっぱ個人的に上向けたから、そこはやっぱすごいかなと思います。この勝利でやっぱり、ね、上がってきますよね。はい、そこはやっぱこの勢いを止めずいけるように、次に、ね、いけるように頑張ります。次といえば森山侍との滋賀ダービー、どんな意気込みを持ってますか？そうですね、やっぱ、まあ、勝った方がやっぱ滋賀を誇れ、関西リーグで誇れるっていうところで、やっぱ負けてはいけないですし、やっぱ同じどこが相手でもやっぱ負けてはいけないですし、まあ、そこがやっぱ滋賀ダービーというところだけなんで、そこは何も変わらないですね。立場的にも2連勝しないといけないですね。はい、しんどくなるので。最後にサポーターにメッセージお願いいたします。やっぱサポーターの皆さんのおかげで、今日のようなこのようなやっぱ大勝利を取れることができたので、こうまた滋賀ダービーもよろしくお願いします。ありがとうございました。田中選手、お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。まず感想からお願いします。いや、勝ててない試合が続いている中、まあ、1-0 でも勝ち点3を取れたっていうのは大きいです。ゴールにつながったドリブルは本当に素晴らしかったですけれども、どういう風な感覚で？いや、もう点に絡めるかは最初は分からなかったんですけど、うまいこと抜け出すことができて、最後自分のアシストにはならなかったですけど、まあ、ゴールにつながるプレーができたっていうのは良かったです。守備でも受ける展開の中で無失点に抑えました。チームのディフェンスについては、まあ、シュート打たれるシーンは少なかったですし、これといって危ないシーンっていうのも90分通してはなかったですけど、もっと自分たちに声を出してもっと守れるところもありましたし、まあ、でもそういう中で0点で抑えれたのはなかったですね。ガンバ大阪ユースを卒業してからしばらく音沙汰がなかったので心配していました。どんな状況だったんでしょうか？海外志望でして、大学に行く気はなかなかなくて、海外に行こうと思ってたんですけど、ちょっといろいろ事情があって、まあ、1年間サッカーをやめることになって、またいろんな出会いがあって、まあ、レジェンドに入ってサッカーを始めたって感じです。そこで福山シティに行ったりとかありましたね。今年の前半戦は福山シティでプレーをされていましたね。どんな経験でしたか？レベルは高くて、このレベルも高く、チームの雰囲気も良くて、高い技術の選手ばっかりだったので、それなりに切磋琢磨して自分のレベルもそうですし、チームのレベルも高い状態でリーグ練習は取り組めてました。そこで得た経験、今生きていそうですね。使わないともったいないっていうのもありますし、自分の持ってるものをプレーに出さないと意味ないので、こうやって自分のプレーでチームに勝たせてたというのは良かったです。優勝する可能性はちょっと厳しい状態であるんですけど、上位にいるためにも残りの2節勝ち点6取れるように、これからの2週間練習試合頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。大野真理選手でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ということで、レイジェンド滋賀 FC 対 FC バサラ兵庫の試合ご紹介をいたしました。レイジェンド滋賀 FC はこの勝ち点3取ったんですけれども、優勝の可能性はなくなりました。次の日の試合でね。ただ残り2試合、上位につけるための戦いが残ってます。一方で FC バサラ兵庫はこれで勝ち点12、残留に向けては厳しい結果となりました。8チーム中7位で、8位のおこしやす京都 AC と勝ち点1差で、6位のアスカフットボールクラブまで13だから1ポイント差、4位5位の神田 FC と森山侍が15なので勝ち点3ポイント差、まあ、残留争いとしてはこの4位以下の5チーム、現実的には6位から8位の3チームっていう感じはしますけれども、絞られてきたかなという気がしますね。
次の試合はレジェンド滋賀 FC が9月9日森山サムライ2000との滋賀ダービーです。森山ダービー、同じ町のね本拠地としているチーム同士の戦いです。一方の FC バサラ兵庫はおこしやす京都 AC との7位8位の対決、そちらも楽しみにしてください。ではまたお会いいたしましょう。バイバイ。